2024年5月19日巨人戦、3点を先制され嫌な雰囲気の中、打撃好調の末金選手に今季第1号となる逆転のスリーランが飛び出したね。見事な一発じゃったな。こんな試合展開は久々だったよね。その後も安打を重ねて猛打賞の活躍。そんな末金選手に引っ張られるようにこの日は打線が効率よく得点を重ね、11安打9得点と投手陣を楽にさせてくれたね。そんな末金選手の活躍が目立った一戦にファンは、開幕は怪我で出遅れたけどさすがの活躍だわ、大外からまくると宣言していた通りの活躍、末金はカープの4番です。3点取られた時点で厳しいと思ったけど、ここで一発を放ってしまうとはね、恐れ入ったよ。末金がいるだけでカープ打線が息を吹き返してる。1番秋山、3番こその4番末金は固定でお願いします。あとは田村くんが昨年の怪我前のような活躍をしてくれたら嬉しい。膝をやった時は正直今季は厳しいと思ってた。一軍に上がってからは守備も走塁も問題なくこなしているし、打撃の貢献もでかい。今日の試合はチームの分岐点になってほしい。末金選手の活躍は確実に打線の得点力を増してくれている。電車があれば思いっきり振れるしな、いい雰囲気じゃない。今後は4番で固定されていくのか、新井監督の起用方法にも注目したいかな。ということで、末金選手のお話でした。